くにみくんも照れているみたいです。好意を素直に受け取るのも照れくさいものだと思います。やっぱり友達っていいですね。私も一緒に遊びたかったですね、あの夏。心臓に障害があったんです。はい、そんなに難しい手術でもなかったそうですから。後のことですね。手術が終わって目覚めた後、聞かされたんです。仲が悪ければよかったんですね。智久の事故について、国見くん、どこまで知ってますか？サンデーを見つけた夜も、私はそのことを考えていました。智久が事故に遭ったのは私のせいなんですよ。して崖なんかに登ったのかということです。私、昔から
花が好きだったんです。お小遣いなんて少ないから、ともひさはいつも摘んできてくれました。私を喜ばせようと思って、それで崖に登ったんですよ。こんな風にして手を握りしめていました。森園町には珍しいような花があったんです。あの子は私に一言も相談しませんでした。私の方も花を取ってきてくれと頼んだことは一度もなかったんです。そのことで私バカみたいなことを思ってるんです。私たちの間に何の言葉もなかったんだとしたら、ともひさが事故に遭うのは初めから決まっていたようなものなんだなって。だからともひさが生まれた時から私が殺してしまったようなものなんだなって。話聞いてもらってありがとうです。だってこんな話あんまりできないじゃないですか。一つお願いがあるんです。ともひさのこといろいろ話してくれませんか。なんでもいいんです。なんでもないようなことでも、面白いようなエピソードでも、私が知らないようなことたくさんあると思うから。
でバイバイですよね。でも家反対になるんじゃなかったでしたっけ。ごめんなさい、やっぱり付き合ってもらっていいですか。はい、そういうわけじゃないんですけどね。ただ景色が良くて、それでここを通るようにしてるんです。夜になると街並みが綺麗ですし、日が昇っているなら川がキラキラ光るのがいいです。風が強い日なんかは吹き飛ばされそうになります。やっぱりここで遊んだりもしたんですか。野球とかサッカーとかは？全部で6人ですか？じゃあスポーツなんかは難しいですね。けれどその時は楽しかったんですよね。じゃあ、よかったじゃないですか。じゃあ、ここまででいいです。ありがとうでした。いただきます。ちょっといいかな。悪いね、今自分。ああ、ここでいいよ。すぐに退散するし。ちょっとね、電話じゃ話しにくいようなことで。うん、ちょっと聞きたいことがあって。ほら、僕は普段この町を離れているからさ、それで初耳だったんだけど、マージっていう薬のこと、それって本当に過去に戻れるのかな。嘘なの？ま、何かの特効薬のようにその効果が旗目でわかるわけではないか。もし本当に過去に戻れるんだとしたら、そういうことになるよね。
か。うん、そうだよな。うん、わかった。ありがとう。それじゃあ。三木村さん、声がそんな感じしたけど、出なくてよかったけど、何の用だったの？へえ、大人気ね。何か起こったみたいね。そうね、うちの前のすぐそばだし。もう行きましょう。人混みは疲れるから。いや。やっぱり君らも気になったんだね。ああ、けどこれだけの野次馬を引きつけているんだよ。何が起こったんだろうね。これだけの騒ぎだ。殺人かな、強盗かな。いずれにせよ機捜隊が急行してきているくらいだから、重大事件だと思うよ。ああ、捕まらないでほしいな。